エメンタールは、スイス、ベルン州、ベルンの東に広がるエンメ川流域の丘陵地帯で、ある。エンメ川の谷を意味する。エンメ川は、アーレ川の支流で、ブリエンツ湖の北に位置する山、ホーグロントをその水源としている。エメンタール地方の農家エメンタール地方は、落農が盛んな地域で、アナーキチーズとして、有名なスイスを代表するチーズ、エメンタールチーズの産地となっている。 巨大な霧妻屋根と窓辺を花で飾った小さな窓が特徴のベルン州の民家はエメンタール地方でよく目にすることができる。アイガー、メンヒ、ユングフラウをはじめとするベルナーアルプスの眺望とともに夏はハイキング、冬はスノーシューハイキングができる。このほか、ゴルフ、乗馬、サイクリング、砂金掘りなど多彩なアクティビティも可能。エメンタール地方の村、アフォルテルンには エメンタールチーズ製造の工程を見学できるエメンタール賞でアリーがある。19世紀には小説家イエレミアス・ゴットヘルフが今日構えた。エメンタール地方の民話をベースに創作した黒い雲はスイスを代表する小説の一つとなったことでも知られる。エメンタール地方の西の入り口となる街でベルンから直通列車で行くことができる。12世紀に 西林園家によって建てられた城がある。近郊のルーエク山の頂上からジュラ山脈とベルナーアルプスのパノラマが広がる。ブルクドルフの東に位置する小さな村で美しい特徴のある木造の家を見ることができる。エメンタールチーズ生産の中心地、伝統工芸などを展示する郷土博物館がある。ありがとうございます。